こんにちは、社会法師部の中の人です。今回はなんとなくで行ってきた横浜市のホテルトロピカルとホテルアランドの動画です。最近投稿できてない上に行ってもどうせ何も起こらないという思考に陥っていたので感覚が開きましたね。とりあえずご覧ください。1箇所目ホテルトロピカルこちらの噂としては神奈川県では有名な心霊スポット このホテルでは従業員が死んだりマル人事件が起きて廃墟になった。4階の窓のあたりを取ると女性の霊が映っている。内部では従業員の霊とマル人事件の被害者の霊が出る。浴槽に女性の幽霊が現れる。実際の探索した人の話では他の階から足音が聞こえたり真っ黒な人影が見えるそうだ。 3階の奥には血だらけの部屋があり、そこが特に危険という噂もある。とにかく例が出るっぽいです。実際に泊まった方の体験談もあるようなので、記載させていただきます。ものすごく怖い体験をしました。その後、数年で廃業になったようです。おそらく一番怖いのは、血の手形の部屋でなく、私が泊まった部屋かと思います。 私が泊まったのは血の手形の部屋ではないですから思い出すだけで今でも怖いのですが別に記憶掘り起こさないで16年くらいいたら現在は神奈川随一の心霊スポットになっていてめちゃめちゃびっくりしました。でも本当にそうです。ここは本物なんです。私が泊まった時はまだビジネスホテルでなくフロントにおにぎりなんてなかったですが いくつかのサイトで書かれている受付のおばさんは普通に顔も見えるとこで接客してました。と言っても支払いと鍵の受け渡しくらいでしたが、あの方も亡くなられたのかなぁここは死人にまつわる話が多いみたいです。もちろん当時は何も知りませんでしたが。というような体験談を語っていた方がいたのですが、結局何が怖かったのか。なぜおにぎりがいきなり出てきたのかよく。 わかりませんでした。困り果てているとこのようなコメントがありました。めちゃくちゃふわっとしたスポットのようですが、頑張って行ってきました。それではご覧ください。スマホの容量がなさすぎて動画は撮れませんでした。色い々ろいろ終わってますね。ここは YouTube に神奈川県、横浜市の役所の人、的な方が直々に幽霊がいるか調査をする感じの動画が上がってましたので。 それ以来気になっていました。立ち入り禁止なので、外からの画像しかありませんが、何か映ってましたら、コメントお願いします。ちなみにここに来て1分で謎の頭痛がしました。心霊スポットで頭痛はなかなかないので、何か感じ取ったのでしょうか。編集が煩わしくなったので、ホテルアランドはダイエストでお送りいたします。